皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日は2023年9月17日日曜日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか。今日も暑くてね。エアコン切るとすぐ暑くなっちゃってね。でもエ,アエアコンつけるとですね、寒くなるんですよね。つけたり切ったり切ったりつけたりの繰り返しです。まあでもね、 一期のようにね、電気代も高くならなくて、だいぶ安くなってきましたね、電気代ね。本当助かりました。1万4000円ぐらいですかね。であの松戸の自分の家の方はね、7000円ぐらいですね、うん。太陽光パネル乗ってるからね、日中はいくら使ったって、ただですからね。夜、夜だけですね。まあ、売電もしてるしね。だから、あの、まあ、 年間通すとね、まだ無料ですけどね、まだね。電気ね、電気代無料です。松戸の家ね、ほんと助かりますよ。お母さんは引いてないでしょ。あと水道だけですね、一月5000円ぐらい。上下水道、一月5000円ですね。上下水道と固定資産税だけですね。本当にいいですよね。うーん。 はい。ところでね、あの、どれなんですけど、やっぱ上がってきましたね。これは、あの、クレヨンしんちゃんのお尻なんですけど。結局、クレヨンしんちゃんのお尻に,になりましたね。クレヨンしんちゃんのお尻になるから、<laughs> なるかな、ならないかね。こうやって心配してたんですけどね。わかんない。あ、ここ,こ,こね。<laughs> まあ、 ここはまだ行ってないですけどね、151円はね。まだ、まだ行ってないですからね、ここ、ちょっと気をつけないといけないね。こう、来て、まだこうだからね。まだここですからね。まあ、今148円ですから。 あと3 0 3円。300ピップスあるからね。まあ、来週からまた駆け上っていくかどうかですね。で、ただ、先週月曜日ね、200ピップス、ドーンと起こって、また、<laughs> 上がっただけですから。ここね、月曜日ね、先週の月曜日にやられたね、これね。 え、ここかちっちゃいよね、ここだよね。うんなもんでこ、ここね、結局ここまで下がったんですよね。これ、あの200ピップス2円下がったんですよ。 これはきついよ。これはきついよ。<laughs> ほとんどの人のロング、この辺で入れてたロングは全部枯られちゃったよね。うん。で、しかも、こうやって見るとさ、同じところでしょ、これ。ここ,こら辺とね。ひょっとしたらサチュレーションを起こしてて、もう、ここら辺で、こう接触したら下がるのねこれね。日銀が、こう介入してるわけでよ、細かくね、 だから、ここの、147円82、147円82とかさ、この辺で、まあ、介入してショート入れるわけですよね。この辺もショート入れてるから、また月曜日ね、行こうって。<laughs> うん下がるかもしれないね。 下がる可能性あるし、まあそのまま下行っちゃうっていう可能性も全然あるんですよね。うん。まあここら辺がもうずっと長いからね。月曜日また窓開けて下げたりなんかしたらね、まあ終わりかなっていう。<laughs> まあここら辺でちょっと折り返しかな、一旦折り返すかなっていうのはありますね。うん。 一旦折り返すかもねちょっとちょっと上りつ詰めすぎたもんねちょっとねここら辺ねグーってねちょっとこれ75移動平均線からの狩りが激しいんで一旦まあ下がり気味でもう一回上がってくるってあるでしょうねうん あの、移動平均線からの帰りが激しいですから、まあ、ちょっと今週は下げかもしれないね、ずっとね。株の方もだいぶ上がったからね。うん。そんな感じで見ていただいていいかと思いますよ。そうだね。上にいるからね、これね、アシトキャストがね。下ですね。やっぱ下がりますね、今週はね。 キャスト上ですね。ああ、一旦下がる、ね、これね、うん。ダメだ。今週は一旦下がるかな。はい。イエスカもそうです。ああ、ダメですね、はい。ダメです。ダメですね。はい。あと、ビットコインどうですか うん、そうですねまあそこそこ393万円か上がってきたね上がってきた393万ねいいかと思います まあこんな感じだからね。まあ、ちょっと弱いことは言わないんだよね。3回、3回目の波で、1回、2回、3回、で終わっちゃうかなって。ちょっと、ちょっと不安はあるよね、ここね。小さいからね。うん。ちょっと悩みは深いよね、ここね。 はい。あとですね。まあ、また最後ね。えー、ちょっと、考え事したいんですけど、あの、鹿児島のね、サテライトワールドペンギンっていう、YouTuber いますよね。FX やってますけど、鹿児島とね、東京行ったり来たりしてね、毎週ね。で、東京の方はなんか船橋ベンチャーに行って、 環境保護の研究をしてるとかね、温暖化のスーパーコンピューターを用いた温暖化現象のプログラミング解析よくなってるとかね、言ってますけど、本当かとかよく分かんない。あいつプログラムもできないしね。で、実際問題ね、あのどこの組織に通ってんだったらで、まあ僕も気にな、気になってましたけどね。あの東京、あの松戸界隈とかね。 よく来るんですよね、松戸駅で。松戸駅で撮影したりしてるんで、ちょっと僕もね、怖がってる。怖いなと思ってるんですけどね、ばったりやっちゃったらどうしようって、ね。あ、中野さんとか言って、いやー、怖いな、って。<laughs> なんか僕の家探し,探し出してさ、撮影されたらどうしようかなと思ってさ。まあ、昔は自分でやってたんだけど、ちょっと怖いんですよね。前、あの突然来た人何人かいるからね、うちにね。 うん、それを思い出したら怖いなと思ったんですけどあのここですね日本野鳥の会、うん、昔は日本野鳥協会って呼んだのかなあの多分ここ通ってんじゃないかなと思うけどどうかな、うん、まあ環境保護だしペンギンペンギンでしょあいつペンギンって野鳥だから野鳥だからね 鳥だからねで、まあ、この教会は五反田の方にあるんですけど本部はね支部がね支部がですね <laughs> いろいろありまして <laughs> あの支部が <laughs> いろいろあるんですよ。いろいろあるんですよね、支部がね。で、あの、まあ、こっちですね。こんな、まあ、日本全国でものすごい広がりですよね。 あのバードウォッチングなんかもね、やってるんですよね。まあ、支部、関東ブロック、関東ブロックの、<laughs> 千葉県。ここね、千葉県が、まあ、ホームページあって、ね、ここなんですよ。この、船橋。船橋あるね。で、これ、<laughs> 地図これさあの船橋ベンチャーちっなみこれかな,りかなり怪しいさベンチャー企業なんだけどさこのシャンブルレポっていうところに、ね 105室らしいんだけど、このアパートのね、ベンンチャー、<laughs> あのあ、あいつも大変なとこ行ってんだなと思いましたね。だからまあ、駅からも遠いんだろうな、やっぱ駅からも二20分かかるとこ言ってたしね。小学校、小学校があるね、ここね。の、ここらへん。 これみたいですけどね。あれあれ長いちょっとシャンプーがこれですね。これだ。<laughs> いや怪しいね。怪しすぎるね。ここにこいっつってね。 10551、本当かなまあでも、野鳥の会、支部になるとこんなしょぼいんですね。最近お金集まんないんですかね。で、これですね、まあ、野鳥の会の、えー、っと、採用は今行ってないらしいんですよね。食品採用はね。 職員採用を行ったんだけど、まあ支援ご、ご支援って言ってさ、会員になるとこあるんですよね。これのこと言ってんじゃないかなと思ってさ、まあ本部型会員とかね、渋型会員ってあるわけですよ。で、今はほらあの、船橋ベンチャーでボランティア会員になり、卒業しようとしてるとか言ってるけど、まあ渋型会員のこと言ってて、その、その後ね、 本部型会員になれるかどうかの件とか言ってんじゃないですかね。うーん。で、個人特別会員とかもあるんだとか言ってウケヘけ言ってるけど、あの、ほんで、ほら、この金色のね、あの、B バッジ、バードバッジがもらえると、あの、これが欲しくてたまんないみたいなことこんなこと言ってんじゃないですかね。あの、<laughs> 分かりませんけれども、まあ、あと会員証がもらえるとか言って、これ会,会員証なんじゃないですかね、まあこは。これのね、青い鳥会員とか赤い鳥会員とかなりたい、大空会員になりたいとかね。<laughs> まあ、こんなこと言ってるか、まあ、いろいろあの、調査研究なんかも行ってるからね。まあ、あの、そっちの方で、ひょっとしたら2年前とか3年前に、調査研究員募集中ってのがあってね。まあ、あの、それに、まあ、応募したのかもしれないね。 例えば千葉、まあ、千葉だったら千葉でねいろんなことやってますから、うん、調査とかねあんなもんですからあのまあ 船スベンチャーですね。これね。ベンチャー企業っぽいですね。あの、日本や町の会、千葉、千葉支部ですね。はい。で、本部は東京の五反田。西五反田にありますよね。これね。 西田ですね。まああと、あの、本部じゃなくて、東京ベンチャーっていうのがあるんだよね。東京、日本や一応の会、東京っていうのがね、東京支部ですね。これが、まあ、新宿なんですよね。あいつ、新宿でもよく撮影してたから、新宿なのかなと。まあ、あの虎ノ門か、霞が関かなと思ったんだけど、まあ、そこら辺にもあるかもしれないね。 うんまあこっちでも女が女かの調査研究をやってるんだと思いますよね、うん、これね。 ということでね、あのー、サタライトワールドペンギンの所属が分かりました。はい、日本野鳥の会ですね。はい。まあ、あのー、大したもんですよ。<laughs> 結構有名ですからね、あのー、ノリノミヤ様なんかもね、あのバードウォッチングやってましたからね、ここの日本野鳥の会の、アビコ、アビコでやってたんじゃないかな、確かね。千葉県アビコ市でね。 野さん、野みその山口は、まあ、や野生多くかな。うん、あの、やってましたからね、野宮様もね。皇室にも、皇室にも関係があるんですよね。まあ、バードウォッチングなんて金持ちじゃないとできないけどね。うん、金持ちじゃないとね。<laughs> あの、ようやくね、あの、サテライトワールドペンギンを追い詰めることができました。 本当に今日は皆様のおかげです。ありがとうございました。まあ、だからといってね、この、日本の、日本野鳥の会にね、あの、嫌がらせのメールを送ったりね、サタライトワールトペンギンが悪いことしてます、つってね、あの、悪いやつですからあいつを除名してくださいとかね、あのメール送ったりしないようにしていただければと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。またね、 あとで今日また夜ね作りたいと思います動画ね。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼しまーす。